4月9日から順次放送開始予定だったテレビアニメ、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。間の放送が新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて延期された。新たなスタート日は決まり次第、公式サイトや公式ツイッター上でアナウンスするという。なお、放送日程延期に伴い、TBS の4月9日25時58分、深夜1時58分、チルダからは、シリーズ前作、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。続き、を放送する。この度、今春から放送予定の、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。間ですが新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、放送を延期させていただくことになりました。何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。アットマークアニメ、俺がいる、エイプリル7、2020新たなスタート日につきましては放送日程が決まり次第、HP、ツイッター上でお知らせいたします。なお、放送日程延期に伴い、TBS の4月9日、木曜日、25時58分、深夜1時58分、チルダからはシリーズ前作、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。続き、をお送りします。やはり俺の青春ラブコメは間違っている、アットマークアニメ、俺がいる、エイプリル7、2020。